だ。まあキャッツテールにはしかもって可愛い猫に囲まれながら、うーん、でもだノンアルコール、それにとにかく俺は、お酒のざ、何それ、た誰がね、猫、猫なんて選ぶっててわがままで、何何よそのたちと仲良くなれば今回を外、まだ、どこにもいない、失敗しながらおもちゃがないせいでお店を抜け出したかもしく、詳しいもな、見てください、見たことのないものがあるよ。あらディオナ、もういないときはキャプ、どうだろ、次はさネルソンはシカガリ、はい、その皮ね、ネルソンに聞いてみた、あなた屋根に登れる、無理だったら私が、本当、行こう、普段は店に来た、そうスペシャルドリンクにゃんか、いっそのことおしゃべりはこの辺に、あったかい場所、ここに、じゃあさ、うん、ネルルがしこ、次はペイズリーの番だね、ペイズリーは何派でもない、ここにいた、あいつに、なーにそのやる気満々な表情、あなたもそう、それじゃこの猫たちはあなたが、私は早く帰、ドリンクなんか、おしゃべりはあったかい、幼馴染なんだから、やっほー、好きなものを選ぶといい、このワーグナーがちょっと、やっぱりちゃんさ、うん、にゃにゃにさ、はい、よし、次はペイズリーの番だね、ペイズリーを、ペイズリー、やっぱりここ、あいつ
なーにそのやる気まん。ペイズリーニュッタニュッていうかこんな子猫が。さてと、行こう。よかった。私を子猫の中に含めにおいでよ。もありとあらゆるお酒を飲んどか当然でしょ。だからまずはバーテンダーになってお酒を理解することにしたの。それはまだ実験中だから、いつの日か。まだその、はい、こんな。そうだ、最高だ。お、まあスキャッツテールに、しかもって可愛い猫に囲まれながら、あ、でもだ、ノンアルコール。それに、とにかく俺は放浪寮に。お酒の材料、それはもち、ディオナちゃん。な、何それ、た、誰が猫。あら、お嬢さん、飲んでいい年じゃないでしょ。ノンアルコール。特別なベース。よし。もう少しでだ。このもヒルチャールの飲み物でベースを作るのはいいアイディアだと思ったんだ。もちろんあなた安心し、場所はボーもっと奥パにも行ったことあるんだ。そしたら見つけたら取ってきてやるってパパが約束してくれ。誰か来た。あれ、リオ。ん、それより重要なのが、君は。ああ、君がそば、あなたも一緒。私は、へえ、そう、じゃあ、あのバカ、よし。行こう。なんだった、バカパパ。おな、さっきの集落ですごー。ん、ん、薬草。禁止。やっ。
帰り。薬草スープは見つかった？大丈夫、うん、これで大丈夫。早くパパに飲ま、ふっ、おい、もういい。ディオーナちゃん、これがお酒を飲んだものの末路だよ。大人になったお酒はパパみたいな。それにしてもせっかく取ってきてくれたけど、スペシャルドリンクは今日はもう遅いし。お客さんが一人、二人、三人。なんだったか、あな、さっき、ん？あー、ダメだ。はあ、このバカパパの言葉を信じるの？ん？カツボがなけりゃ。うん、この薬草、シェーカーを持ってきててよかった。私にはディオナじゃないか。どうしてここに？ほら、パパ、俺のサカツボは。何？そう、大丈夫、慣れた。お酒の量、うん、ディオナちゃん、栄養騎士竹を飲む。デラスさん、もう大げさなこと。でもヒルチャールの飲み物でベースを作るのはいいアイディア。ダメダメ、スペシャル。それに場所はもっと奥。そしたら見つけたら取ってきてやるってパパが約束してくれた。誰か来た。あれ、ん、僕だよ。それより重要なのが、そう、もう少し上手に隠れないとすぐに見つかっちゃうよ。難しかったら木の茂みに隠れててもいいよ。
物に近づきすぎないよう気をつけて道に沿って行って。ついてこれたんだ。なんかあのバカ。お酒のそれはも何それ、誰がにお酒を飲んで見せる。この前注文したお酒の材料が届いているはずだから。いらっしゃいませ、ブランシュさん。あら、ディオナ。ではこちら、お品物。言ったでしょ、なかなかきつい。私はただとにかく。魚と水草の生臭い匂い、もう我慢のげっ。これそれじゃあ次。前を見て。第三たちにぴったりの世界一まずい。どうしたらいいのかわからにゃい。どうやったらすっごーくまずいお酒が困窮してきたの。材料じゃなくあれば、うん、この方法な。それはいいことにゃ。俺も上手にお酒を作れるよ。これからちゃいなら、うん、エンジェルズシェアよりもじゃあ。わかった。これはさ、もちろん喜んで。なんであのエルザーっていう。そう、あーさん、ああ、本当にあんなザ。あなたがサプロがどんなお酒を作るの。直接入れた。そうそう、全部入れるだと。よくやった。もしかする、もうできた。冗談はやめるにゃ。
まない。匂いの。いやいや。な材料を使おう。嘘だ。